我が国が時代の転換点ともいえる内外の歴史的構造的な変化と課題に直面する中、令和6年度予算においては骨太方針2023等を踏まえ、新時代にふさわしい経済社会の創造に向け、新しい資本主義の取り組みを加速させていきます。構造的な賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、子ども子育て政策の抜本的な強化を含めた新しい資本主義の加速、さらには防衛力の抜本的な強化をはじめとした我が国を取り巻く環境変化への対応など、政権を挙げて取り組むべき重要な政策課題に必要な予算を重点的に振り向けることによって、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化を進め、日本経済を本格的な経済回復、そして新たな経済成長の軌道に乗せていくことが求められています。また経済あっての財政との経済財政運営の基本姿勢のもと、経済成長と財政健全化を共に進めるものとしていくため、こうした重要かつ困難な課題にしっかりと対応しつつ、これまでの歳出改革努力を継続していくことも重要です。財務大臣から説明のあった令和6年度予算の概算要求基準はこうした方針に沿ったものとなっており、与党幹部および関係閣僚におかれましては、格段のご協力をお願いいたします。以上です。